今日は道着を着てない裸の状態での投げをやります。投げこの状態っていうのは道着と違って相手を掴んでコントロールすることができないんで、どっちかというと差し合いとかタックルとかの方が基本になるんですけど、もうその中でも投げをうまく使うやり方をやりますが、最初から投げを打つっていう考えではなく、差し合いの中からその相手 の体重のかかっている方向だったり、そのタイミングなどで投げをうまく使うっていう形でやります。投げは首投げの大腰なんですけど、このポイントを説明します。まず相手の引き手をしっかり肘の上を引っ掛けて、これが下だと投げるときに滑っちゃって後ろを取られたりするんで、しっかりと引っ掛けて持ちます。差し合いのときからしっかりとこう持ちます。で相手の首に手を回します。でこのとき自分がこうやって反ってしまうと投げられちゃうんで、しっかり差し合いと同じ姿勢をとります。でこっちの引き手と一緒に足を踏んで、引き手で相手をつって、で腰に乗せてからやります。で道着と違って、ここの引っ掛けとこっちの引っ掛けがないんで、この引っ掛かるポイントをしっかり引っ掛けて、首の部分をしっかり持って担いで、で投げます。で差し合いの中からやるときなんですけど、差し合い、何度も差し合っている中 で相手が手を入れ替えてきたときに、まず首を巻きながら相手を起こします。でそのときに足の位置を決めて投げる形になります。投げます。前回もまた流れは一緒なんですけど、ただこれを裸でやるかやらないかの違いでやるんですけど、今そのまま大腰に行ったんですけど、この時相手に逃げられて横に回られた時の払い腰をやります。で払い腰は投げた方向に相手が足を逃がしてくるんで、この時もしっかり自分がバランス崩さずに一気にこう投げに行って、こうなってしまうとここから打ったとしてももう担がれてしまうので、しっかりと自分の姿勢と相手の体重と自分の体重を考えながら来た方向に打つようにします。次は今大腰って足逃がされて、で払い腰行こうとした時に、今度相手が払い腰やって足を向こうに持っていくと、このまま行くと打てないので、そのまま反対側の足でもう一回入ってから足を伸ばして、でそのまま耐え落とし、今を押して横に流れて、で払い押して足を逃がされて、で体落としって今度も足を
引かれた時このまま投げていったら自分が潰れてしまうので、ここからこっち側の足を立って内股をやります。今とりあえず流れでこう来られてきたらこうやるっていう風に流れで通してやったんですけど、実際の時は必ず相手の位置で技が変わるんで、この流れでやればいいんだっていうより、相手がいきなり大腰行っていきなり内股の体勢になる時は当然内股をやりますし、いきなり体落としの姿勢でしたらいきなり体落としていきます。それはしっかりと自分の体重と相手の体重とあと立ち位置とか姿勢とかを見合わせて技を選択してください。おすすめ。